この IWC っていうね、その世界的にすごく有名な、もう世界最大規模、世界最高権威のこの品評会である IWC2022 っていうところに出品させていただいたんですよ。これはラミーが出品したいって言ったの。もうね、こんなに美味しい日本酒だったら絶対に賞が取れるって言って、賞取る自信があるってね。もうメイリさんもじゃあもう出品しましょうって言って、これもすごい大変なんだよ、大変な手間があるのに、このラミーのね雪夜月をさらにこのブラッシュアップさせて、ちょっとこうしようとか、あしようとかっていうのを決めて、その結果どうなった、みんな知っているか、ででん、なんとブロンズメダルを獲得、めでたい。これはね、本当にあのみんなね、あのこれのすごいの、何がすごいかっていうと、本当にこの世界的に権威のある賞であるとともに、みんなこの中身をしか知らないわけよ。外見とか経緯とか知らずに、本当にお酒の味だけでこのチェックとかつけてって賞を決めていくっていう、本当に有名な酒蔵さんでも自信を持ったお酒を出しても落ちることもあるっていう、そう、本当にすごいことなんですよこれ。で、この審査員からのコメントも非常に良くて、早摘みのさくらんぼの香りがとても良く、甘いオークと焼きたてのペストリーの味わいが口内に広がり、爽やかに飲み干せるというね、こう。ここになるまでは多分、いや言うてほら VTuber のホロライブの雪花ラミーがね、作ったから、まあ、ちょっと売れてるんでしょとか、いや美味しいとか言われてるんでしょとかって言ってる人たちに、もう不憤よ。味だけで評価された賞なんですよ。賞なんです。賞だけに。30までね、ガンガンガン上げていく。はいはいはい、行きましょう。30。ラミ30歳。はい、やめろ。お前だそれは。